にデュオとバイタルとか、あとなんかあと4つぐらい、僕あの無類のポレポレ信者なんですよ。朝25台ポレポレして、夜25台ポレポレしてました。ゴルゴでした、ゴルゴでした。もうゴルゴめちゃめちゃ使ってました。国語の授業とかに教科書読むとみんな知り上がりで、さあ、では始めましょう。むちゃチャンネル。さあ、今回は再び山口先生においでいただきました。どうも、竹内教の山美です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、山美先生、どうやって勉強したのかをがっつり聞きたいと思うんですけど、はい。僕はですね、青空教室でこうやって勉強しました。戦後かって突っ込んでください。いや、そこ、はい、絡みにくくて、ちょっとね、あの前の動画見てない人、前の動画見てください。あの誰かわかんないでね。青空教室を多分知らないと思う。あ、本当ですか。青空教室知らないか。はい。さあ、ね、めっちゃ疲れてるかもしれないですけど。いやいやいや、ちょっと怖いです。そんな青空教室の、じゃあ、いや、もう、竹田塾ですね、竹田塾で。竹田塾教務の山口先生なんですけども、はい、まあ、もともとはね、授業いっぱい、そうですね、2年間たっぷり授業受けてましたね。ってやったけど、でも復習とかが追いつかなくて。はい。アンパンマンの歌とかね、はい、そういうそういうとこだけ覚えてて、はいはい、もうそれ以外全部忘れて、現役時代全落ちして、で浪人して1年間竹田塾に通ったら志望校に受かったということで、今竹田塾で働いてます。その1年間一体どうやってきたのか、はい、覚えてます？そうですね、ちょっと覚えてないんで今から書き出していいですか？ボケが弱い。終わりにしないでください。はい、で私立文系で行こうとは決めてた、はい、はい、そうですね、もう私立文系で、現役の時はちょっと国立に出したんですけど、もう私立文系絞って早稲田か慶応に行きたいなという気持ちでやってました。あ、そうだ、早稲田にする合理的 なんか、わけわかんない、はい、他のチャンネルで、竹田チャンネルってチャンネルで、ね、あの早稲田受かる方法とか話してるんですけど、だからアンサー動画で、はい、こっちは慶応を選ぶ合理的って出そうかみたいな感じになってました。そうですね、はい、どういう感じでやってったのか、はい、それぞれ英語、はい、まずそうですね、英語のチャンネルでしたけど、はい、英語どうやってやってったんですか？英語はですね、竹田塾の方法論って、はい、最初から英語長文読むんじゃなくて、もう最初は単語、熟語、文法、構文、解釈、はい、っていう、まあ、英語長文読む際に使うものをまず道具を先に全部覚えてから、うん、じゃあそれをアウトプットを長文でやろうっていう勉強法だったので、はい、もう最初はもうひたすらインプットですね、うんうん、はい、もう基礎レベル全部インプットして、その後に英語長文読んでいって、まあ、そしたら例えば最初センターレベルの、うん、今共通テストですけど、共通テストの英語長文読むと、もう全部もう学んだインプットしたことが出てくるので、はい、これなら読めるじゃんって形で、まあ僕は英語を克服していきましたね。単語帳やったって。あ、単語帳、はい、あのシステム A 単語っていう、はいはい、あれは現役時代はやってたんですか？現役時代はターゲット1900。ああ、なるほど、はい、あと他にデュオとバイタルとか、うん、あとなんかあと4つぐらいもありました。はい、A 単語帳たくさん持ってました。でも全然、はい、全然こなせてなかった。一冊も完璧なくなった、はい、それがまず試算やって完璧になって、はい、で文法は、まあ、ネクステージやってましたね、はい、僕、はい、で、はい、でそれできるようになって、はい、次に速読英熟語はとあって、はいはい、まあ、同時ですけどね、大体、はいはい、でその後基礎英文解釈の技術100、はい、そうですね、解釈やって、その後英語長文、うん、で、まあ、当時はやっておきたい300っていうのがありました。ああ、はいはいはい、やってましたね。それをやって、はい、まあ、上手にこう積み上げ方式でやってったら、そうですね、ってことですね、はい、早稲田の前まではどうしたんですか、はい、もっと上のレベルもやったんですか？あ、そうですね、でその後はあと、まあ、標準レベル、まあ、マーチレベルとかです、ね、うん、の問題集を、まあ、やっておきたい500とか、はい、まあ、ハイパートレーニングとか今ですよ。ああ、ハイパートレーニング、はい、はい、そうですね、とか、まあ、その辺をやって、あとまあ過去問とかもやりつつ、まあ、マーチレベルの過去問を解いて、でその後は今度総計レベル行くために、はいはい、あのポレポレとかやってましたね。おー、はいはい、で僕あの無類のポレポレ信者なんですよ。へえ、ポレポレ100周ぐらいしましたからね。へえ、だから同じ靴履いてたんですか、ね、はい、いやいや、西先生と同じ靴履いて話しないでください。いやいや、全然たまたまですね。あの僕はあの西先生めちゃめちゃ尊敬してるんで、うん、あの僕はもうありがたいです、本当に。どうやってポレポレしたんですね、100回ぐらい。ポレポレは、ポレポレはしてないです、もう。ちなみにポレポレってスワヒリ語でゆっくりって意味なんで、ゆっくりというより僕は早くやってました。なるほどね。はい、で、どういうふうに100周したかっていうと、僕はもう毎日ポレポレを1日1周音読するっていうのがもう日課でした。朝起きたらポレポレ音読するんで、1時間半ぐらいかかるんですよ。もう頑張ると1時間ぐらい切るようになってきて、はい、でそれをやってたらいつまでか総計レベルも読めるみたいな、はい、すげえだったんですよね。朝起きたらポレポレする。いやいや、だからあのちょっとこれね、あの青少年とか見てるんでなんか勘違いした人いるかもしれないですが、なんでちょっと本当にやめてください、もう。あ、そんな感じで 朝、はい、朝夜はい、いや、朝夜ポレポレって、いや、そう、あ、でも本当そうです、思い出しました、ごめんなさい、はい、朝25台ポレポレして、はい、夜25台ポレポレしてました、はい、いや、なるほどね、好きだな、本当に。みんなちょっとコメントで書いてやるよ、本当にたくさんね、なんかこの変態講師って書いてある、はい、で、はい、でババそれな感じでやってて50、はい、50を50、そのポレポレ50台入ってる、はい、それをもう100周はしましたね、はい、で、早稲田の過去問ですか？
そうですね、早稲田の過去問をやったら、まあ普通にゆっくりやれば全然読めるんで、はい、僕ただちょっと英語はなかなかその得意になれなくて、もともとめちゃめちゃ低かったんで、はいはい、なのでまあ他にまあ国語とかあと歴史の方がまあよくできたんで、早稲田の僕教育に向かったんですけど、早稲田の教育って50、50、50じゃないですか、配点一緒じゃないですか、なのでしっかり早稲田の教育とあと人間科学部も全部配点一緒なんで、その配点同じところは早稲田全部受かるっていう。あ、なるほど、ね、そういう感じですね、はい、あ、英語が弱かったんですね。ちょ、英語、そうですね、その時ってか翻訳者の息子なの。いや、それはちょっとだから親父が英検1級で翻訳やってる息子なんですけど、はい、はい、じゃあ他教科どうだった？国語、はい、あ、国語ですね。早稲田の国語は難しい。いや、そうなんです、国語 もう全然できなくて、もともとそんなに進学校じゃなかったんで、はい、あの本当にもう国語力がないというか、あの、よくわかると思うんですよ、国語の。いやいやいや、茨城の島の方でしたっけ。いや、茨城って島、離島ないし、まずもう、はい、田舎ですけど。茨城だべ。そう、茨城だべですよ、本当に。もうみんなで国語の授業とかに教科書読むと、もうみんな知り上がりで読んでくんで、もうすごい面白いんですよ。雷。いや、もう本当にもうあんな感じなんですか。はい、あんな感じです、本当に。はい、でどうしたんですか、原文。あ、そうですね、原文はなんか入試レベルとかから読むと難しいじゃないですか、はいはい、なのでやっぱりそのしっかり短い文章、簡単な文章からしっかり読んでいくようにして、うん、まあそうですね、浪人1年間で年間で百何十代とか解いたんじゃないですかね。おお。あと、まあこれちょっと現代文苦手な受験生ぜひあの参考にしてほしいんですけど、現代文ってまあいろんなタイトル出るんですけど、ただ実はある程度出るタイトルが決まってくるじゃないですか。で、おそらく一番よく出るのって近代とかなんですよね。近代とか科学とか、あとまあ言語論とか、まあよく出ますね。その辺をしっかり押さえておくと、初見の文章を読んだとしても結構似たような文章になるんですね。はい、まあそれも知識重視ですけど、ある程度まあ現代文のタイトル何できても読めるようにっていうのはしてましたね。なるほど、はい、そういう結構テーマは弱い人多いので気をつけてください。なるほど、はい。そして股間は、股間でポレポレする、ちょっとちょっと待って、股間でポレポレするは言ってないですからね、僕ちょっと股間でボケただけですからね、ちょっと、はい、股間でポレポレ、え、いいの、そういうチャンネルなんですか、これ。だって一番多いでしょ、予備校の講師の多分 YouTube で。火つけないで。いや、本当に、うわー、そんな、まあまあ、あの、その股間は普通に単語とか四角単語覚えて、古文単語、ゴロゴ、ゴロゴでした、ゴロゴでした。もうゴロゴめちゃめちゃ使ってました、はい、マドンナと迷ったんですよ、はいはい、で、僕はちょっとゴロゴかなみたいな。ああ、やっぱ板野先生だ、はい、板野先生なんですまあ、あの、覚えやすかったんで、ゴロのがね、はい、なるほど、なるほど、はい。で、やって文法とかはどうですか、はい、文法はステップアップノートを使ってました。あ、はい、ありますね、有名ですね、有名ですね、もう有名どころを使いましたね、うん、はい。で、読解はどうやってた、古文は。読解はあの Z 解の古文上達とか、はいはい、その辺を結構やってましたね、うんうんうん、はい。で、漢文はやっぱり早覚えです。やっぱりそうですね、ですね、みんな早覚え速度法ですね、はい、早覚え最高ですね。そうなんですね、はい。そこで、はい、もう早稲田に対応できるように。そうですね、まあ、もちろんセンターの、まあ、共通テストとかそのマークの読み方とか、うんうん、あとそういう、まあ、記述もちょっとやりましたけど、まあ、いろいろ参考書やってたんですけど、うん、あともう一個ありました。現代文だと現代力読解、現代文現代力現代文読解、何でしたっけ、現代文読解力開発講座ですか、ね、はい、あの寸大から出てるやつなんですけど、うん、それがすごい良かったですね、僕は、はい、あれで上がりました。苦しんだ世界史は、世界史はスピードマスターじゃない、スピードマスター、新スピードマスター、あの普通に 山から出てる、はい、めっちゃ分厚い4冊ぐらいのやつ。分厚いやつ、あ、ナビゲーター、あ、ナビゲーター、そうです、ナビゲーター出てこない、もう老化っすねナビゲーター世界史を、はい、本当にもうカッコ全部もう埋められるぐらいにして、おー、はい、がっつり覚えてやつ、ね、そうですね、そしたらもう私立とかも楽勝ですね。へー、はい、全然もう、それでナビゲート世界史だけでも楽勝です。それで、はい、どれぐらい挑戦したんですか、受けた講座。あ、受けたことですね、はい。一応早稲田を4つ、早稲田商学部、社学、教育、人科ですね。なるほど。で、教育と人科だけ受かったって感じですね、うんうん、あと僕マーチ立教受けたんですけど、はい、正直もう早稲田しか行けなかったんで、もうマーチは立教だけだったんですけど、うんうん、そこは結局ちょっと舐めすぎてちょっと落ちてしまって、へー、過去問で8割9割取れたらいけるかなと思ったんですよ、はいはいはい、そしたらもうちょっとダメでしたね。そうだったんです、他受けなかった。他はあと明治学院行きました。あ、明治学院はセンター利用と、あと普通に一般でも受けて、はいはい、はい、で、そこは大丈夫だった。そこはまあ受かりましたね、はい。なるほど、じゃあ明学抑えの、抑えの、そう、早稲田2つっていう、ちょっとマーチ飛んじゃいましたけど、あ、はい、そういう感じだったんですね。そうなんですよ、だから塾長心配してたわけですねそうですね、めちゃめちゃ心配してましたねめちゃめちゃ詳しいじゃないですか、立教ダメだったのかそうそうそう、マーチ落ちたどうしようみたいな、あ、はい、感じでしたね。そこから行ったわけですね、はい、そうですね、まあでも偏差値30から本当にまあ早稲田受かったんで、まあ、僕としてはもう大成功ですね。そうですね、森田先生とかも慶応とかね、東大とか行ってるんで、もう、もうすごいと思うんですけど、いや、もう勝ってないっすよやっぱりそうっすか、ありがとうございます、全然もう素晴らしいです、ね、
はい、ね、はい、それで今もそういう逆転後をしたいっていう生産のために僕はこういう動画に出て日夜頑張ってます。なるほど、はい、これね、逆転合格の申し子として、はい、これからも ね、はい、ね、受験生版タイガーファンデキで次回、はい、交換されたらね、次回、次回、次回高田先生とかになったら、ね、確かに次回中森先生、ね、いやだ、いやマジっすか、ちょっと出たいな、ちょっと交換させないでくださいよ、僕に力はない、いやいや、もうめっちゃ力持ってますから、皆さん気をつけてください、めっちゃ力どうなってんのか、ね、はい、いや、なるほど、そういう感じで、はい、受験期乗り越えたわけなんですね。ですね、はい、皆さんぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、これは中森先生に手を挙げちゃった、いつも毎週中森先生って言ってるから、ちょっと間違えてくださいね、だいぶ違う、これサイズ、いやいや、サイズはなんかちょっと全然こんな形でやったんです。これ山美先生においでいただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんか作るんですか、山美とか、おお、確かにさ、山美みたいな、なんか山美、確かにちょっとじゃあるといいかもしれないですね、作ってみますね、はい、はい、ということでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。